1962年に京橋芝浦間 4.5メートルの 4.5 メートル 4.5 キロの模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はデアゴスティーニさんが2012年に発売した週刊トヨタ 2000GT の第8号を組み立てます。こちらは探索団のアラバングマさんに送っていただいたものです。ありがとうございます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのトヨタ 2000GT の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。それでは今回届いているのが座席っぽいです。はい、それでは早速作っていきます。頑張っていきます。以前にもね、運転席は作ってるんですが、同じように助手席を組み立てると思います。そうですね。はい。じゃあ今後の作業は助手席を組み立てるということで、3号で組み立てた運転席と対になるパッセンジャーシート助手席を組み立てます。手順は運転席と同じですけど、取り付けるレバー類が左右対称になっている。そうか。こっちは右だけど、じゃあこっちにレバーつけるんだね。で注意しましょう。またパーツが外れにくいよう取り付け穴がきつめになっているので、ピンを潰さないように作業してください。はい、じゃあ一回やってるので、まあ覚えてないですけど、簡単かな。お手本がね、ここにあるけんね。難しくないと思います。 2000GT のシートは、すごいな。 2000GT のシートは運転席、助手席ともに発泡ビニールのバケットシートが採用されました。しかも座面&背面と両サイドでは仕上げが違ってて、長時間のドライビングでも蒸れないように配慮されています。モデルでは軟質樹脂にコーティングを施してリアリティを追求し、シートの質感を再現しています。そうなんだよね、これね、柔らかいんだよ、ここ。ほら、高級な質感が再現されております。はい、で揃いました。じゃあまずですね、これがシートの後ろなんですけど、ここに穴が2つあるので、こっちのレバーがついてる方を取り付けます。ピンを潰さないようまっすぐ入れる。はい。そしたらこっちですね。こっちにも
これはあの上下、あ、前、前後、前後のレバーですね。前後に移動するレバーをつけます。丸を合わせるんか、こうか。まっすぐ、はい、そしたらシートレバーと助手席レバーの縁を挟むようにしてまっすぐ、あ、違うわ、それ終わった。次はこれに、これか、これとこれをかぶせるようにはめます。ヒンジですね。角度を、あの座る角度にしておきます。そしたらこの柔らかい座席を4つのピンと4つの穴あるのでそこにセットします。ギュッギュッギュッ、多少ひねっても軟質な樹脂製なので大丈夫です。そしたら1,2,3,4,5,6個穴がありますので、これを取り付けピンとリブの溝をしっかり合わせてはめ込んで押す。はい、できた。簡単でしたね。うわ、高級感ある。これで今後の作業は完了です。先に組み立てた運転席シートと同様、助手席シートも実車の雰囲気をしっかりと再現してあります。2つ並べて置きたいところですね。組み立てたパーツは次回の作業に備えて大切に保管してくださいということで、まあこっちこうだね。運転席が右、助手席がこう、こういう感じです。素敵。はい、できました。今回も簡単だったのでマガジンをちょっと紹介しますね。今回のマガジンの内容が、2000GT と日本モータリゼーション、シフトレバーとトランスミッション、初代セリカの内容でした。で、この日本モータリゼーションのっていうところ面白かったんですけど、まずね、1962年に京橋芝浦間 4.5メートルの 4.5キロの、首都高速道路が完成、開通しました。そこから川切りに東京都心部の方の渋滞を解消するのを目的にした高速道路がどんどんできました。で、一般有料道路とかも開通していって、それが日本の本格的なハイウェイ時代の幕開けとなりました。で、あの国産車メーカーもそれに合わせて新型車を続々と開発していったんですけど、高速道路で走れるような車をいっぱい、どんどんそういう乗用車が登場したんだけど、フェアレディ1500、スカイライン、スポーツ、ホンダ 1500S500 といったようなスポーツカーが次々とデビューしていたんですけど、まあ、一般庶民の手に届くのはいわゆる軽自動車の 1000cc 前後の大衆車で、まあ、でもそれでも、国民所得の 1.4 倍になるので、
まあ夢のマイカーが我が家に納車された時には手にも昇る思いでした。これがね、その大衆車、軽自動車なんだけど、まあ高速道路も走れるんだけど、時速100キロがかなりの試練で、ちょっとあんまりスピードは出なかったんだけど、まあ、そんなもう乗用車がめちゃくちゃ、乗用車とか、まあ、車の販売台数が爆発的に増加したのがその頃ね、高速道路ができていっぱい車社会になりました。1965年に59万台から1970年のたった5年間で売上237万台まで達しました。まさに本格的なマイカー時代の到来でした。で、その頃に、トヨタのあるプロジェクト A280 っていう、違った、 280A っていうプロジェクトが発足して、その当時の社長さん、トヨタさんはね、なんかここには書いてないんだけど、昔はトヨタさんだったのかな。で、その社長とそれから先進鋭の若者が集められて、その本格的なスポーツカーも開発しようということになって、でね、まずは本格的な高性能のスポーツカーとするということと、日常的な使用条件を満足させる高級車、それから海外に輸出もできるように考慮する、それから大量生産を重視せずに高品質に仕上げる、で GT レースに高成績を得る素質を持つような車を、試作費はいくらかかってもいいから早くいいものを作って、責任は全て役員が持ちますよっていうことで、ものすごい驚くべき短期間のうちに、そんな中トヨタ 2000GT が作られたそうです、という歴史が書いてあって、なかなか興味深かったです。それから、シフトレバー&トランスミッションということで、こんなかっこいいミッションなんですけど、これがね、昔は3速マニュアルとか4速マニュアルだったんだけど、トヨタの 2000GT に採用したのが5速シフトでした。で、このシフトなんですけど、ステアリングホイールと同じくマホガニー材を使用していて、何回も塗装して、これマホガニーなの、何回も塗装して美しく仕上げています。すごいね、高級感、もうなんかもう後期、これ前期なんだけど、後期はコストダウンを図っているって書いてあって、前期はすごい高級感あふれるシフトノブを作りましたっていうことが書いてありました。こんな感じで、写真もね、素晴らしい、かっこいいですね。革製のクロームのレバー本体と革製のシフトレバーブーツ、これブーツっていうの、わかんないですけど、かっこいいシフトレバー、まあいろいろ細部にこだわって作っていたみたいで、それを短期間のうちに作りましたよみたいなことが書いてありました。はい、また組み立てが簡単な時は紹介していきたいと思います。それではトヨタの 2000GT については再生リストがありますので、またそちらをご覧ください。そしてタンサップでは、しょっちゅう模型作りの生配信もしています。視聴者さんをタンサップ団と呼んでいます。タンサップ団の皆さんのアドバイスを受けながら、力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして、ほっとタンサップ団に入団しませんか？タンサップ団は、あなたの入団を待っちゃうよ。それではまた
次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。